まだ試合を終えた感想から教えてください。結果だけで言うと、まあ、勝ててほっとしてるんですが、まあ、本当に帰ってから皆さんのセコンドの方にもいっぱいダメ出ししてもらって、まあ、課題が残る、本当に課題がいっぱいな試合でした。まあ、本当渡辺選手は強くてびっくりします。相手はどういうところが一番強さか。あのグラウンドにはなるんですが、決めどころでうまく逃げてくるというか、それでもう僕も意地になってやり合った感じで、まあちょっとまあ上手でびっくりしましたね。なんか試合後、格闘技はまだまだ人気があるというコメントがありましたけども、どこら辺で感じたんでしょうか。そうですね、やっぱり今日3階席までお客さん満杯で、なんか見渡す限りお客さんが入ってて、やっぱなんか嬉しいですよね。やっぱり格闘技が人気あるっていうのは、はい。来年の目標を教えてください。はい、まあ、来年トーナメントがあるということを聞いているので、そのチャンスだと思う方にエントリーできるよう練習頑張って声かかるのを待ちます。ずっと十字とかスリーパー取れなくて、で最後の最後で取れたっていうのは、それまで取れなかった状況と、その時取れた状況と、なんか大きな違い、自分のなんか取り方の違い、入り方の違いって何かあったんでしょうか。まあ、入り方は違うのだと思うんですけど、まあそうですね、まあ意地になってやり続けたのが良かったのかなと思います。試合後、練習仲間の方がガンでという話をされていましたけど、もう少し詳しく教えていただいていいですか。リーグ上でもうちょっと上手に喋れたらよかったんですけど、前、以前大阪のドリームに出場した宮下智也選手がですね、今ガンで入院して、まあ、抗がん剤治療などしているんですが、まあ、やっぱりみんなの励ましというか、みんなで宮下さん頑張れって盛り上げて、本当元気になって、またリングに帰ってくるっていうのが、本当、まあ、宮下さんの練習仲間もそうですけど、まあ、勇の部長を中心になって、みんなで盛り上げて、まあ、励ましてる感じです。はい。